はい、どうも、始まりました。龍一ビジョンの龍一です。どうも。今回動画はですね、ちょっと最近財布が壊れちゃったので、財布を頼んだので、そちらの商品を紹介したいと思います。開封していきます。これです。ビームズスクエアの財布、柄はですね、迷彩となっております。あー、いいですね。こんな感じですね。早速ちょっと開けてみたいと思います。ファスナーの開閉具合はこんな感じにスムーズに開け閉めができます。結構迷彩のね、柄が好きなんで、ちょっとこの柄を選んでみました。素材はですね、牛革製になっております。中は開けるとこんな感じですね。ちょっといらないものを取り除きます。カードの収納がですね、全部で 1,2,3,4,6 6等。またこちらにも6で、合計12枚のカードが収納できるようになってます。お札をここに入れて、ここを開けると小銭入れね、こんな感じですね。はい、こちらの財布、楽天のショップで出店している財布とカバンのあずあずというところで、お値段送料税込み5880円で購入することができました。それではもうお時間となりました。本日も動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。まだチャンネル登録がお済みでない方は、概要欄よりチャンネル登録できますので、よろしくお願いします。それではまた。